出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は宇宙船の最終確認をしてカメハウスに向かうわ。ごはんくんは先にクリリンくんと合流しててね。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。なるほどね。大変だなお前も。頼んだぞ。絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行ってきます。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその頃、基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほらこれ見てよ、反応が。やっぱりあったのよドラゴンボール。ほんとだ。やったやった、ヒャッホヒャッホヒャッホ。ん？クリリンさん、あっちに強い木が。木？本当だ、やたら強そうなすごい木ばかりだ。それにちょっと邪悪な感じの木が。どういうことだ。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならほら、レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない。そっか、そうだよな。なんだナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。え？どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配
害を消せ。悟られるぞ。はい。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ。いや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。さあ。フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに伝えて、頼んだわよ。じゃあ、それじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫君を連れて戻ってくるから。ん、クリリさん、誰か来ます。え、サイヤ人。違う、ベジータじゃない。もっと弱い気だ。多分ナメック星人だ。この辺りのはずだが。ん？なんだ？ありゃ。え？ナメック星人じゃないわ。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ。こいつら戦闘力なんぞほとんどねえゴミだぜ。ただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずあの宇宙船をやれ。よし。あ、宇宙船だ。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。ご飯、木を解放しろ。こいつら大したやつじゃない。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人が来てたのとそっくりだ。えっ、うわっ、はっ。なんだこの
戦闘力の数値は太陽拳ふざけたまねを真フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。また戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後、再び反応が消えました。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力は2つとも1500ほどでした。1500ですか。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキュウイさんにでも任せましょう。くっくっく、聞こえてるかベジータ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。貴様の目は節穴か。スカウト、俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。